里崎チャンネル。じゃ、さあ里崎チャンネル、今日は一人ね、急に動画を撮りたくなったというところで、まあですね、今日の話題はですね、サムネにもあるように新外国人選手もしくは既存の外国人選手、今年ね来日できてない中で続々緊急事態宣言も解除されて来日してきてますが、なんとこの来日がチームによってはピンチになる動画です。まだ佐々木何言い出すんやという流れですけども、まあね、どういう流れか、まあ、見ていきましょう。本日4月8日でございます。なので7日までのね試合の流れで、昨年日本一のソフトバンク、現在3位、7勝5敗、西武に3奪されて、でも日本ハムに3連勝ね、ロッテに3連勝、オリックス1勝2敗とちょっと山あり谷あり、まあ防御率がね現在 3.31 で、パリーグ3位で、チーム打率が2割3分5厘でパリーグ2位3分5厘なのに、まあ、ホームラン13本というところでね、まあ、今現在頑張ってますけども、まあ、外国人選手で言えば今現在の流れで言うとね、グラシアル、デスパイネ、そして、モイネロがね主軸っすかね。でその中で外野手のねバレンティン、そしてピッチャーね日本ハムから来たマルティネスがね3月28日に来日、あとねムーアの代わりのレイがね、期待してたレイがまだ来日未定ということで、でマルティネスもね、ちょっと千賀がね、足ひねったりとか、ちょっと先発ローテーションもバタバタしてるんで、マルティネスも入ってくるというところで、このソフトバンクはね、外国人選手来日、プラスじゃないですかね。こっから一気にね、投打ともに。まあ、バレンティンがね、昨年ちょっとグイーン、内野からグイーンになったんでね、どうなるかわかんないですけども、まあまあまあ、いないよりいる方がいいっていうね、まあ、ソフトバンクのファンの皆さん、いなくてもいいよ、ちょっと、ね、今年は頑張るかもわかんない。ね、ということで、まあ、これはね、プラスになるでしょう。で続いて、昨年2位のロッテ。ロッテはですね、現在、4勝6敗、2引き分け、まあ、開幕からソフトバンクに3連敗しながらも、防御率 3.99、パ・リーグの中で5位、チーム打率2割3分、パ・リーグの中で4位と、ね、得点はね、62点で一番多い、まあ、それはね、10何点も取った試合が2試合もあれば、それは上いっちゃうよってね、でもそれだけじゃ信用できないよっていうところですけども、ロッテはね、3月26日にエチェバリアが来日。というところで、もうね、ロッテ、ショートがね、もう、だーい困っちゃったみたいなね、浮上がもう、パッとしないですし、まあ、その中でね、開幕はね、パッとしなかったですけど、オリックスね、戦では気を吐いてきてね、これね、エチバリアが来たから気を吐いてるのかなと、ホームランもね、打っちゃったりして、こうエチバリアが来たらもうポジションなくなっちゃうよっていうところでね、まあ、浮上が出たりね、鳥谷がショートになったりとか、まあ、いろいろありますけども、エチェバリアが来たらショートがエチェバリアになります。まあ、ここはねもう仕方ない、ね、そのために取った。そうなってくるとね、誰かが一人に行くこともなるし、まあ、このエチェバリアがね、逆に言うとよ、ロッテはチャンスとばかりいけないね。この藤岡がね、今なんと打率が4割2分残り14打数6安打とここに来て一気にね上がってきてます。8日のオリックス戦4打数2安打で、オリックス、ね、7日の試合1打数1安打2打点3、4、6とね、出場機会なく、で2日のね、日本ハム戦も2打数2安打、だから、この1週間でね、7打数5安打と、爆当たりです。この調子でいってくれればいいんですけど、これ、長いとこ続かないのも浮上がらんのよ、エチバリアが来てね、どうなるのか、マイナスに作用するのか、プラスに作用するのか、これちょっと分かんない、微妙なところですね、まあ、これでチーム打率がどうなるのかね、去年のヤクルトのエスコバーみたいになんないでよっていうところはありますけども、まあ、どんな選手か見てないんでね、分かんないところが難しい。ロッテの場合はプラスとも言えないしマイナスとも言えない、ちょっと危ない感じがします。続いて3位西武、ピッチャーではねニール、ダーモディ、でスパンジェンバーグ、メヒア、4月2日来日してます。やっぱ西武は現在2位、ね、頑張ってますよ。ソフトバンクをね3点して、その裏で楽天に3連敗痛い、チーム打率2割3分3厘、パリーグ2位で防御率 3.91 はパリーグ4位をいい感じになってるっていうところでね、まあ、その中でもやっぱり先発がねやっぱ若干苦しいというところで、このニールの来日はねかなり大きいプラス材料になるんじゃないですかね。あとダーモディがねチームからはね先発を期待されてるみたいなんですよ。でもメジャーでは主にリリーフやってて、まあ、中継ぎでもね OK というところで、まあ、どっちにはまるか分かんないですけど、中継ぎはね今ねギャレット、平良、増田みたいなね、
いい流れができてるんで、まあ、そういった意味では最初先発に、ね、なってくると思いますけども、ここがプラスですね。あとスパンジェンパークメヒアプラス、まあ、なんて言ってもね、山川、栗山、殿崎、いやこの主要メンバーが怪我でいるやつっていうね、もう大事態、まあ、その中でね、若林、鈴木などね、あとウデンティンなど戦力ね頑張ってますけども、まあこうなってくると、まあ、ウーデンティンのファーストは外せない、だスパンジェンバーグレフト、若林も外せない、だ若林がライトとかに動いちゃうかな、だからまあそこをうまくねサードレフトでメヒアを DH かファースト、こううまく組み合わせながら試合に出させてなんとかカバー、セーブは全体的にプラスですね。続いて4位、楽天、楽天が大ピンチ、外国人来日するのに大ピンチ、これは困ったぞ、ね、なんでなんだいっていうね。今楽天1位です。チーム防御率 3.28、 パリーグ2位、チーム打率2割4分2厘、パリーグ1位、打ってます。その中で来日します、ディクソン、カスティーヨ、内野とか嫌です、困ったー。そんなに、まあ、まあ打っちゃいるけど、この一番の大ピンチは皆さん、このディクソンとカスティーヨが本当に打つのかいっていうところです。まあ今はね、辰巳小深田、島内浅村、茂木鈴木大地、完璧な流れで、その後にね、まあ指名打者にいろんな選手が入ったりとか、まあ昨日の試合はね、横尾、小郷、下妻でしたけども、ここでどうなるのか。だからあれか、この横尾と小郷のところにディクソンとカスティーヨが入るパターンか。だからカスティーヨを外野に守らせて、まあ、内野のこの陣形を崩したくないから、ディクソンを DH か。でも打順の流れ変えたくないよね。そうなったら7番8番ディクソン、カスティーヨ、いやーちょ、ピンチなのか。だからこう変えなきゃいけなかったらピンチだよね。このなんか外国人をクリーンナップに入れたりとか、なんか5番とかクリーンナップとかに入れてきて、ちょっと前後変えたりしたら、これいい流れが変わってくるじゃん。だから変になんかもうどっかに入れたらピンチだね。打たなかったら分断されちゃうもん、せっかくのいい流れがね。でも逆に7、8にカスティーヨとディクソン置いたら大チャンス。これ石井 GM 監督の手腕が問われるね。これはあとカスティーヨの守備だね。だってディクソンファーストのカスティーヨ守備だったら DH に鈴木大地とかが入るパターンだもんね。やっぱ茂木小深田使いたいし、浅村も大地、でもまあ普通に考えたらカスティーヨ外野のディクソン内野 DH で7番8番でカスティーヨディクソン、納得するかな本人たち。ここがまた、ここがピンチだよね。プライドもあるしね彼らの。いきなり来てよ、ほら、はい、来日、はい、ハローって来て、8番、ファーツ、ファイって言っちゃうじゃんね、下手したらよ、これやばいよ、だここが石井監督 GM にかかっているよね。あと契約どうなってんだろうね、契約もまたややこしい契約だったらそこに置かなきゃいけないからね、いきなり帰れないじゃんね、これピンチだね、ピンチでもありチャンスだね、もし7番、8番置けたらビッグチャンスだね、これもうやばいよね。おーっとこれどうなるのかちょっと見物っすね。ここがピンチになるのかチャンスになるのか、あと石井監督の手腕に問われるところもありますし、そこちょっとね、まあ一概に喜べない事情もあるね、その兼ね合いがね。あとピッチャーね、コンリーがまだ来日見て、このね中継ぎで期待してたところあると思いますけども、まあそうなってきたらね、まあ普通に外国人が入って、まあ、野手がいないんでね、まあ、ここどうなるのかね、ピンチかなチャンスかな、入れて落ちたら最悪よっていうね、こう調子がいいチームはこういうのがあるからね、怖いよね、ピンチになるね。まあそれはね、どうなるのかチェックしたいですね。さあ続いてオリックス、オリックスは4位、チーム防御率 2.53、 1位、チーム打率2割1分6厘、最下位、山あり谷あり、まあそれもね、一番はやっぱりジョンソンのせいよ、もう確実にジョーンズ、もう名前も間違えたわ、ジョーンズだったわ、ジョンソンじゃなかったわ、ジョーンズのせいよ、もう吉田正尚の後ろに置いてね、もう起動してないっていうね。で昨日は準国産打線のね、頓宮を指名打者に入って大活躍よ。そこによロメロ4月3日来日ハローってきた。まあね、楽天から帰ってきて、これロメロ大きいよね。外野どうや、外野まあライトでも出れるね。昨日杉本はねホームラン打ってるけど、まあライトだね、ライトがまあ指名打者だね。まあでも頓宮指名打者でキャッチャー伏見っていうのも俺はもうありやと思うから、そこのお金を考えながら DH と外野守らして、まあ、ここは攻撃力としてはいいね。あとまあディクソンが来日みたいなのよ、ここ早く来てほしいよね、ディクソン。
あ、ちょっと中継ぎもねいいけども、バタつく時もなきにしもあらず、まあ先発中継ぎね、どっちで使うか分かんないけども、まあ先発でね行くっていう情報だったけども、まあどうなんだろう。でもロメロのはね、もうオリックスファンは早く来てほしいんじゃない。だからジョーンズが、もう全然あのジョーンズじゃないよ、みんな思ってる。もう俺はもう終わったよ、あのジョーンズは。当たりは取るけどね、期待感全くないよ、ほんと。もう 俺だったらもう吉田正尚敬遠してジョーンズ勝負でいいもん。それぐらいき、あの怖さないよ。いや、打たれるかも分かんないよ。これをジョーンズが見て奮起してほしいよね。ファーツジャパニーズっつって、アンメジャーリーガーって言ってやってほしいよね。これを俺の動画を見て奮起してね、でどんなもんじゃいっつってほしいよね。どんなもんじゃいっつってね、これ亀田光輝ですやってほしいよね。で続いて日本ハム、もう日本ハムはもう誰が来てもウェルカムよ、もう現状。ロニー・ロドリゲス内野手、4月3日来日。あとね、アーリー投手左、3月29日来日。あとブライアン・ロドリゲスが、4月4日来日です。もうこれはもうありがたい。ロニー・ロドリゲスが、まあ、二遊間メインで、まあ1、3塁は守れるし、まあ、外野もまあ保証はしないけど守れるみたいな。でそうなってきたわよ、もうまあ日本ハムはもうどこでも出れるっしょ。サードかの、でも野村も外出たいしな。 DH か、 DH が空いてるからね。近藤 DH に出たりしてるから DH だね。やっぱ野村はショートか、ショート二遊間メインやからな。ショートだな、守れるんだったら。うん、ショート生かそう。んで先発もいないから、アーリンとロドリゲスで、もう中継ぎ入ってもいいし、ウェルカムだね。これも上がるね、もう無条件、無条件ウェルカム、ウェルカムトゥサポロって。今日外国人風に、風じゃないですけどね。って考えたら、やっぱ全体的にちょっとバランス崩れそうなピンチは楽天やな。うまく下位に置ければいいけど、この流れ変えたくないから、そういった意味では入ってきた時にね、どういう風になるのかは、注目したいですし、あとまあソフトバンクはね、まあ、バレンティンどう使われるか分かんないですけど、このマルティネスのねピッチャーが加入するのはちょっとね怪我人もあったりバトル引いてるんでいいと。でロッテやエチェバリアね、藤岡が状態上がってきた中で、こうどんどんあるのかプラスマイナスよく分かんないところがね、まあちょっと確認。あとセーバーももろ手を上げてね、ウェルカム状態で、これで一気にね戦力上がって、ちょっとね上位に進出する可能性もあるし、まあオリックスはねやっぱ外国人不在がチームにとって痛いんで、不在っていうかいるけど不在、あのロメロがねそこをしっかり補えれば、あとディクソン早く来てピッチャーで熱くしてほしいなと。日本ハムはもう全体的にウェルカムだから、このロドリゲスをショートに置いてどこまで機能するのか、あピッチャー2人添えて、ちょっと今バタバタしてるピッチャー陣の整備をしてもらいたいなっていうところで、まあ皆さんがねチェックしてるチームはどういう風になるのかあれですけども、まあ、この外国人の来日でちょっと楽天見るの楽しみになりましたね。ということで皆さん、あなたのチーム今状態いいですか。